この地域で麦作りの成立を考える場合に、まあ、自然環境はぜひとも理解しておかなくてはいけないことであります。ここには、西アジアの過去の年間降水量を復元した図を示しておりますが、年間降水量200ミリから400ミリぐらいの範囲の地区が三日月のような形であることがわかります。これが肥沃な三日月地帯と申しまして、最古の麦作が始まった地区であります。なぜこの地区で麦作が始まったかといいますと、年間降水量200ミリより少ないと、まあ、水路を引いて灌漑しないと、まあ、麦作りができない。200ミリありますと天水農耕といいまして、自然の雨で麦が育つことができる。なおかつ、その麦が生育できる、ギリギリのラインでありますので、人間が麦の生育を助けることによって収量を大幅に上げることができる。そういうようなところで、まあ、麦の野生種を収穫するような生活から麦を育てるような生活に転換していったと考えられる。